シエルさんから受信した敵データは皆さんに随時送信されます。警察班より再び接近の報告。大型市の模様
ブラッドワン、バースト時間が終了します。
るにはまだ早いぜ。世話になっちまった。内容でしたね。よーし、お疲れ様。これくらいで。レイドル、オブジェクトを監視中。地上撮影班を展開した。こちら剣、奴を見つけた。ルカだ、オブジェクト確認。でかいな。なんだこいつ、まるっきり犬コロだぜ。付近に荒神反応を確認。剣、止まれ。寝ちまった。お、油断した。こいつらどこから。金剛士荒神多数接近。地上班交代せよ。バカ言うな。石膏がビビってどうする。どの荒神もこっちに気づいてない。おい、奴が。あくび、ふざけやがって。地上班包囲されるぞ。交代しろ。もう少しだって。
この機会を逃したらいつまた遭遇できるか。オラクル反応、地上班退避。撃ってきた、応戦する。言うことを聞け、合流ポイントまで撤退だ。くそー、なんだこのオラクル、こんなのは。以上が調査隊によるキュービの映像資料だ。次に俺たちクレイドルの調査結果を共有するぞ。俺たちがずっと追いかけていた今回の討伐対象キュービは、外界から隔絶した地域に生息していた荒神だ。個体数が極めて少ないせいか、発見以来全く遭遇することができなかったんだ。しかし先月、ここを極東支部において複数の目撃報告があり、急遽キュービ討伐任務を展開できるってことになったわけだ。キュービの討伐は人類の未来に非常に大きな意味を持つ。詳しくは相馬博士、キュービの説明よろしく頼む。博士はやめてくれ、柄じゃない。キュービはいわば純血の荒神とも言うべき。限りなく混じりっ気のないオラクル細胞で構成されている荒神だ。ちなみに我々の人気や通常の荒神は相互捕食の末に混ざり合った状態のオラクル細胞だ。博士、話が分かりにくいです。まあ要するにキュービのオラクル細胞はすげえ特別性ってことだ。相馬博士、科学を志す者としてはこういう局面でこそお前のビジョンをぶち上げるべきじゃないかな。みんなちょっと想像してくれ。設置するだけで勝手に育って、その上荒神だけを自動的に攻撃する荒神防壁があったら、すげえ楽だと思わないか。何それ、すごい。さらに一般人でも携帯できる一人用のシェルターもできるかもな。襲われたらテントのように展開してその中に逃げ込むとな。そんなことが本当に可能なんですか。検証が必要だが、キュービのコアはCPU でいうところのマルチコアプロセッサーのような挙動ができると考えている。つまり複数の複雑な変化を命令し、それを単独で実行することができる。人機のように変色因子に頼らずともな。ああ、よし、話がまた難しくなりそうだからこの辺にしとこう。さらに知りたい人は各自相馬先生に直接聞きに行くように。さてと、これで大体キュービ討伐の重要性が分かってもらえたな。よし、みんな死なない程度に頑張ろうぜ。そんで世界中のみんなが安らかに眠れる日常を取り戻そう。以上だ。シエルさんから受信した敵データは皆さんに随時送信されます。作戦エリアに荒神が接近。感動士です。作戦エリア侵入まで想定1分、侵入予測取り送ります。
を確認しました。悪くない。よし、索敵するか。いいぜ、了解。索敵を開始。発見次第伝達します。さーて、どこだ。よし、索敵するか。見つけて強襲。ターゲットを発見しました。シエルさん、討伐対象の荒神と交戦開始。了解。敵はどこ行きやがった。ギルバートさん、索敵を開始しました。全員集まれ。地球合流地点を目指します。あいあいさ。よし、集合する。終了します。まもなくバーストが解除されます。荒波、捕食のために離脱しました。これで終わりなんじゃねえぞ。楽にしてやるよ。狙い撃つ。敵の弾を確認。お疲れ様。狙い撃つ。任務完了。
事な戦闘でした。今の戦闘を分析に回します。こんなもんだろう。おお、達成感。たく、支度する方が手間だったぜ。まだまだ。こちら、サポートの準備はできています。作戦行動を開始してください。始めるか。任務を開始します。よし、索敵するか。これより索敵エリア内にリンクサポートデバイスの効果が現れます。バーストレベル3解放されます。ここが勝負ですよ。シールスの場合、索敵エリア内の温かみの情報を受信。と移行します。
ブライトワンダーバーストショットに捕まった。彼の下に行け。帰れるよな。皆さん